ニコニコハローゆうでーす。今日は桜花賞、皆さん結果はいかがだったでしょうか。後ほどゆうの回目も含めて結果報告していくので、気になる方は最後までご覧ください。はい、今日こそ当てたいぞでその前に HH の新作を出しているので、それのご紹介からしたいと思うんですけど、それがこちらです。昨日出した新作なんですけど、こちらは今夜の23時59分まで通常より1680円という特別価格で出しているので、値段が上がる前にぜひチェックしてみてみてください。ゲストに視聴者のあつやっこさんっていう方をお招きして、で今回濃密な69×チュパチュパ編を撮ってみました。まあ、全体的に HH なんですけど、特に69のシーンは結構濃密にやってるので、今も我慢できなくて言っちゃったぐらいなのでまあ詳しい内容は本編でぜひ。で、あとはこちらはファンティア限定になるんですけど、4月1日から5日までの売れ筋ランキング、ベスト20を出しました。はい、まだ見てない作品がありましたらぜひチェックして見てみてください。はい、本編は下の概要欄に You の X のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックしてみてみてください。で、あとマイファンズっていう大手のファンサイトも、開設しました。はい、そっちはそのリンクは You の X、まあ、Twitter のプロフィール欄から飛ぶと見れますので、よかったらチェックしてフォローもお願いします。そっちにも作品登録してあるのでぜひ。はい、では、桜花賞の、回目に移りたいと思います。それがこちらです。じゃじゃん、単勝副賞8番のコラソンビート、そして、生まれんワイドに、コラソンビートを軸に相手を5とかけてみました。いかがでしょうか。では今から結果見ていきたいと思います。どうぞ。桜姫、さあゲートに完了。はい、スタートしました。スタートしました。まずは揃って先行争いは14番湘南マヌエラ行くかどうか。しかし内から4番キャットライト。さあ直線ですよ。の形リードは1馬身で、さあ第4コーナーのカーブ。さあ来い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 。ヘッドブクレ。8番はこれか。これさ、青星。コーナーから直線に向いた。いいよいいよいいよ。相手よ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、いいっすよいいっすよ。オッケー、来るか。来るか、これですよ。来るか来るか来るか。頑張れ。いけ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 。よし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 。あれ。ヘッドブクレ。伸びねえ。なんで。なんで。なんでおい。なんでよ。先頭12番の。え。ラストレンボッシュがやっぱり。ラストレンボッシュ。昨日2頭でもやったんだけど、ステレンボッシュかこっち、コラソンビーとかステレンボッシュの方だった。あー悔しいこれ。はい、でコラソンビート何着、待って、いいとこだったのに、待って、何番何着、待って、やばくない、16着全滅。マジで1着が12番のステレンボッシュで、2着が9番のアスコリピチェーノ。まあね、そうだよね。で、3着が、7番人気のライトバックが来たよ。マジか。はい。みんな当たった？これでも取れたかな？取れたよね。はい。ということで、来週は皐月賞です。それに向けて頑張りましょう。はい。じゃあ、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ終わります。バイバーイ。